行くよ。タータラタータータあっち向いてほい。お城です。イエイ。ここはどこ、そして私はなんでこんな格好してるのとかね、いろいろ突っ込みどころあると思うんですけど、まあちょっと一旦置いといてください。聞いてっていうか、聞かせて。皆さんの人生は今充実してますか？なんか壺とか売り始めそうなテンションでしょ？違うの？皆さんの人生は充実していますか？私はね、まあ充実してるとは言えないですね。正直何かがこう物足りない、何かが足りないって思ってる。ずっと、こう2、3週間ぐらい。なんかさ、1ヶ月前だか2ヶ月前ぐらいでさ、暇すぎて病んでるみたいなさ、動画撮ったの知ってますか？暇すぎて人間って病むんですよ。忙しくても病むし、暇すぎても病むし、もうほんと大変なんですけど、暇すぎて病んでるみたいなね、沖縄。私は沖縄に引っ越したんですよ。移住したのね。沖縄に住んでるの今。で、ここは沖縄じゃなくて愛媛県の松山の道後温泉なんですけども、ちょっとそれは一旦置いておいて、沖縄に引っ越したんですけど、なんかこう楽しいのよ、沖縄は。すごくいいところだし、憧れの地だし、楽しいんだけど、なんか暇で病んでて、暇すぎて。で、まあ、その暇ならまずいと。だからやっぱ動画を撮ろうと思って、12月はさ、ちゃんと動画投稿してるじゃん。ね。あの、歌のチャンネルの方ね。で、ちゃんと動画投稿してるし、まあ、そこそこ仕事もさ、東京行く仕事とかもあって、割と忙しくしてるのね。そう、だから、まあ、なんか暇で病むっていう段階は抜け出したんですけれども、それでもなんかさ、すごくなんか、まあ、もやもやはしないんですけど、なんかこう、煮え切らないというか、なんか、何かが足りないってずっと思ってるの、最近。でもそれが今日分かったの。私の人生に足りないものが分かったっていう話を聞いて。あのね、今だからこれ愛媛県にいるわけですよ。でさ、観光できてるからさ、車でさ、ブン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 ってさ、愛媛県を2週も3週も4週もはしてないんですけど、まあ観光してきたのね。で、帰り道に、事故って警察の世話になったっていう話は一本前の動画見てほしいんですけど、で、今帰ってきたところでございます。なんか暗い、もしかして。暗い、じゃあ明るくしようか、顔ね。これ影になってるね。明るい方がいいね。光を当てとこう。で、その事故る直前に私はね、神社に行ったの。なんか素敵な神社があると思って、愛媛県の内子町っていうところでさ、神社があったから、なんかすごい綺麗な街だったよ。神社があったからさ、行って、なんか、お賽銭して、二礼二拍手一礼して、で、こう祈りを捧げるわけですよ、目をつぶって。でもね、なんかね、待てど、私の心の中からの言葉が何にも出てこなくて、そのお金が欲しいですとか、筋肉つけたいですとか、大会で優勝したいですとか、なんかこれが文句で嫌ですとか、なんかどっか行きたい、海外に行きたいですとか、もう何もでも目標も夢も、文句も何も出てこなかった。プラスもマイナスも何も出てこなかったなのね。で、その時に気づいたんだけどさ、私の人生に足りないものは、祈りだって思ったの。ちょ、待って、これ聞いて、これすごい大切な気づきだから。なんか、祈りって、そのなんか、神様なんとかとかって、そういうことだけじゃなくて、まあ、それでもいいんですけど、なんかこう、自分の心とさ、対話するというか、自分の心とさ、作戦会議をするというかさ、そういう感じだと思うのね、祈りって。おしらさん、君の心は何を望んでるのか、何が今嫌なのかっていうのを、こうなんか自分の心と対話して、あ、じゃあ、おしらさんは今、こういうことがしたいんだねとか、こういうことが嫌なんだねとかって、対話する時間なので、祈りっていうのは。多分、私の中ではそうなの。でもね、その対話をね、あまりにもサボりすぎた今年。なんかそのさ、沖縄に住んでからさ、自分の心と対話する時間っていうのが本当に減っちゃって、まあ、祈りの時間ですよ。祈りの時間が本当になくなっちゃって、なぜなら私の夢とかっていうのはもうほとんど全部叶っちゃってるのよ。そのさ、歌とか音楽が好きなものとしてもさ、本当に贅沢な思いさせてもらってるし、YouTube でも、まあ、ある程度成功してるし、まあ、お金もさ、心配ないぐらいは稼げちゃったし、もうなんか友達もいるし、彼氏もいるし、まあちょっとさ、健康かって言われたら、まあ一応さ、難病は抱えてるわけなんですけど、どう？でもさ、今、その症状が強く出るわけでもないし、もうなんかさ、もう、なんだろう。こう、ほんと贅沢な話で恵まれすぎててるんですけど、なんかもう、これをしたいみたいなのがさ、今さ、もう湧き上がってこないわけよ。もう心の底、だからさ、私はさ、まあ10代の頃とかさ、心の底からさ、やっぱ歌が上手くなりたいって思ってたし、ね。でさ、去年とかはさ、もう心の底からさ、ちゃんと痩せて、ちゃんとダイエットして、絞って大会に出たいって心の底から祈ってたし、心の底から沖縄に行きたいと思ってたし、まあ YouTube のさ、最初の3年間ぐらいはさ、もう心の底から YouTube 頑張りたいって思ってたし、なんかそうさ、やっぱこう、それってさ、祈りだと思うの全部。何かをこう、まあ、努力するというか、こう、強く願うことって祈りだと思うし、自分の心がさ、ちゃんと向く方向があるわけじゃん。こっちに向いてますみたいな、こっちに向いてますみたいなのが、こうずっとこうしっかりとあるタイプの人間だったと思うんですけど、まあ、だからこそ病んだりもするんですけどね。なんですけど、そういうなんかこう、心が今こっちに向かってるみたいな、まあ、目標とかとはまた違うんですけど、なんかそうね、おしらさんはどうしたいのっていうのを心に聞くのを忘れてた。
もうずーっとさ、最近もう悠々白書が面白すぎて全部見切ったんですけど、アニメ。ちょっと漫画でも読んでみたいけどね、本当に悠々白書面白かったわ。で、まあそういうのいいんですけど、まあそうやってさ、過ごしてるわけ、私は悠々白書を見て、あの、ハリーポッターのアプリがすごい楽しくてさ、あの、そうなんですよ。魔法の覚醒ってやつみんなやろうね。魔法の覚醒。で、その沖縄で過ごしてる今の日々っていうのはさ、ちょっとなんか、あの、愛媛で言ってるとややこしいんですけど、あの、すごく穏やかで幸せで、私の、もう本当にずっと目標としてた夢だったことが叶ってるわけだから幸せなんだけど、でもさ、じゃあ人生は続いてっからさ、まあ、その先、私の心はどうしたいの、おしらさんどうしたいのっていうのをさ、こうちゃんとこう、ハートおしらにちゃんと問いかける作業がね、やっぱ必要なんですよ。でさ、やりたいことが見つからないんですみたいなさ、相談とかって私結構来るんですけど、あんまね、共感できたことがなかったの。やりたいことが見つからないってどういうことみたいな感じだったんですけど、今私がその状態で、で、しかも、やばい電池切れそう。暗まあちょっと許してください。でさ、だから私はさ、俗に言うさ、やりたいことが見つからない状態に今なってしまった。あんま人生でなったことなかったんですけどね、ってなってるわけなんですけど。で、それが何に現れてるかっていうと、サブチャンネル、このチャンネルの投稿頻度に現れるわけよ。最近さ、このチャンネルさ、マジ投稿頻度ぐっちゃぐちゃじゃないですか。ってか、マジ超少ないじゃないですか。で、私さ、急にさ、このチャンネルの投稿頻度がバーって上がる瞬間ってあると思うんですけど、ああいう時はね、私ね、ちゃんと自分の心との対話できてんの。おしらちゃん、おしらちゃん、君は今何を考えてるんだい、何が嫌で、何が好きで、どういう方向に向かっていきたいと思ってるんだいってね、心の対話をさ、いっぱいするわけよ。いっぱいしてるときはさ、こう、整理するためというかさ、なんか伝えることがたくさんあるわけ。私は今こういうことを思ってます、こういうことを感じています、こういうふうに頑張ろうと思ってますってことさ、喋ることがいっぱいあるんですけど、ね、心との対話をしてないときっていうのは、このチャンネルで喋ることがなくなるの。まあ、っていうことにさ、こう、たった10秒祈りを捧げただけでさ、やっぱ気づけた、っていうのがやっぱでかくて、自分の心って今どっちも向いてないんだな、みたいな。忙しいとか暇とか幸せとか不幸とかじゃなくて、なんかその、自分の心がさ、向く方っていうのはやっぱり常にこう、決めておきたい。私はそうやって生きていたいと思ってるし、目を閉じた瞬間に心に浮かぶものが、まあ恋人なのか、歌なのか、筋トレなのか、沖縄なのか、また他のものなのかわかんないけれども、そういう人生でありたいし、そういうのを発信するチャンネルがこのチャンネルだし、なんかちょっと今日は気づけたから祈りって大切と何の話、ありがとう聞いてくれて。でもとりあえずさ、私はジムに行くよ、これからジムに行こうと思ってこの格好してるのね。この格好でさ、旅館にいるの変でしょ。だからジムに行ってくるね。 Anytime 待ってろ。じゃあね、また次の動画でお会いしましょう。 Yeah。